スコットランドの地方行政区画。本校では、スコットランドの地方行政区画について説明する。また、地方自治制度についても言及する。スコットランドは、カウンシルエリア、カウンシルエリアと呼ばれる32の行政区画に区分されている。それぞれのカウンシルエリアには、カウンシル、カウンシルと呼ばれる、単一自治体、ユニリー・オーソリティが置かれている。 カウンシルの会には市町村に相当するコミュニティ。コミュニティがあるが、コミュニティは自治権を持っていない。32のカウンシルエリアごとにカウンシルが置かれている。かつてはリージョン、リージョンとディストリクト、ディストリクッツという2階層の行政区分があったが、1996年に両者を統合して1階層とした。カウンシルはスコットランドゲール語で、 コミューヒーアルという、アウターヘブリティーズのカウンシルは、スコットランド・ゲール語の名称を正式名称としている。カウンシルエリアは、コミュニティカウンシルエリア、コミュニティカウンシルエリアに区分される。コミュニティカウンシルエリア、以下、コミュニティは、コミュニティカウンシルを設けることができる。ただし、ウェールズのコミュニティカウンシルと異なり、スコットランドのコミュニティカウンシルは法的な権限を持った自治体ではない。 スコットランドのコミュニティカウンシルの制度は1975年に導入された。ディストリクトカウンシルはその領域をコミュニティカウンシルエリアに分けることが義務付けられた。コミュニティはかつてのシビルパリッシュ、行政教区の区画に相当するが必ずしも一致しない。全スコットランドにコミュニティは1200ほどある。コミュニティカウンシルは 住民が望む場合にのみ手続きと選挙を経て設置される機関であり、すべてのコミュニティでコミュニティカウンシルが設置されているわけではない。また、隣のコミュニティと合同で一つのコミュニティカウンシルを持っている場合もある。コミュニティカウンシルは住民の意見と自治体を結ぶチャンネルとして機能しており、小道や公園など地元のインフラ整備に関して意見を述べる。 コミュニティカウンシルには、地方税を徴収する権限はなく、自治体からの運営費の補助によって運営されている。このため、通常コミュニティカウンシルが、地方行政機関とみなされることはい。ただし、オークニーやシェトランドでは、コミュニティカウンシルに、自治的な役割が与えられており、大きな予算が与えられている。また、かつての自治都市、バラの伝統を受け継ぎ、都市の紋章を掲げ、 代表を、プロボスト、参事会議長、市長と呼ぶコミュニティカウンシルもある。一覧は参照。1889年以前のスコットランドでは、中世以来の伝統を引き継ぐ自由都市、バラ、バーグ、京区、パリッシュ、パリッシュを単位として、地方行政が行われていた。スコットランドの近代的地方制度は、1889年に、 制定されたスコットランド地方政府法によって始まった。1890年に施行されたこの法により、カウンティ、軍ごとに、公選の議員、カウンスラーからなる、カウンティ・カウンシルが設置された。カウンティ・カウンシルの長は、カンビナオブ・ザ・カウンティ、カウンティ・議長といい、議員の五選で選ばれた。1894年には、法の修正が行われ、 シビルパリッシュにパリッシュカウンシルが設けられた。1930年には大規模な行政制度の改変が行われ、地方政府委員会やパリッシュカウンシルが廃止されるとともに、自治体の規模に応じたカウンティ、カウンティー、都市カウンティー、カウンテ,ウンテス・オブ・シティーズ、大都市、小都市の制度が導入された。その後、1947年に区画再編が行われている。 この時期の行政区画は参照のこと。1975年に新たな地方政府法、1973年地方政府法が施行された。これにより、スコットランド本土の地方行政組織は、リージョン、リージョンとディストリクト、ディストリクトの二層構造に再編され、9つのリージョンに区分された。1つのリージョンには、複数のディストリクトを含み、 それぞれが自治体、カウンシルを持っていた。ただし、当初部の3エリアでは、アイランドカウンシルのみの一層構造とされた。また、ディストリクトカウンシル、または、アイランドカウンシルはその区域にコミュニティカウンシルを設ける、ことが義務付けられた。現行制度、1994年地方政府法は、1996年から、施行されている。リージョンとディストリクトが統合。 再編され、32の単一自治体が設立された。1997年にはカウンシルが、スコットランドゲール後に解消することが認められ、アウターヘブリティーズのカウンシルが正式名称を、コミューヒィアルナンアリアンシェアに改めている。シビルパリッシュ、行政、教区は、スコットランド国教会の教区、パリッシュを起源とする区画であり、全スコットランドに871ある。 スコットランドのシビルパリッシュは、イングランドのシビルパリッシュと異なり、自治体ではない。1845年、旧品法実施との関係から、教区、パリッシュを単位として、教区委員会、パーオキール・ボーズという行政機関が設置され、地域の出生、結婚、死亡などの記録を扱った。その後、管轄範囲の統廃合や再編が進められた。結果、行政区画としてのパリッシュ、 シビル・パリッシュは、教会の教区とは一致しなくなった。1891年、シビル・パリッシュの教会が、軍、カウンティの教会と一致するよう再編が行われた。これにより、カウンティが、複数のシビル・パリッシュを内包して管轄下に置くような、形となった。1894年には、教区委員会に代わり、公選制のパリッシュ・カウンシル、パリッシュ・カウンシルが置かれた。 1930年にパリッシュカウンシルは廃止され、これ以後シビルパリッシュを単位とする事態は置かれていない。1975年に導入されたコミュニティカウンシル、コミュニティカウンシルにはシビルパリッシュを元に作られたものもあるが、必ずしも一致するわけではなく、またコミュニティカウンシルには自治権もない。シビルパリッシュと現在の行政区分の境界線は必ずしも一致しておらず、 複数のカウンシルエリアにまたがるシビルパリッシュもある。シビルパリッシュの境界は19世紀末に確定して、以来変化していないため、現在も統計に使われる。このほか、EU の共通農業政策における産地表記などに使われている。一覧は参照。1890年までは34のカウンティがあった。1890年以後、33のカウンティが設置される。 1975年以降、地方行政上は何の意味も持たない区分となっている。レジストレーションカウンティはスコットランドに33あり、土地の登記に用いられる。カウンティによる土地登記は1868年、スコットランド土地登記法に定められた。1868年の土地登記法は、1979年土地登記法に置き換えられた。 これに伴い、カウンティの更新作業が段階的に進められた。レフテナンシーエリアは、王の大官たる、地方長官の管轄区域を指し、天礼に用いられる。一覧は参照。1975年に設置されたディストリクトは、1994年地方政府法の施行、1996年によって自治体としては廃止された。警察、 消防など行政機関の中には、現在も、かつてのディストリクトの区画を管轄区分に用いるものがある。1973年地方政府放課のスコットランド1975年から1996年は、9つのリージョンと3つのアイランドエリアに分けられていた。警察、消防など行政機関の中には、現在も、かつてのリージョンの区画を 管轄区分に用いるものがある。シェリフダムは裁判行政上の区画である。1975年1月1日に制定された6区分が用いられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。